もうごとうございます。今回ですね、ちょっと寝起きでこのリズム天国を、しっかりとちょっとやっていこうなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。やっぱりリズムの天才っていうのは、やっぱ音楽の天才ってもういつもそうじゃん。僕は尊敬するピアニストがいて、ピアニストが作曲家がいて、フランツ・リストっていうね、超絶技巧練習曲だったり、ラ・カンパナラだったりを手掛けてるピアノリストの方がいるんですけど、もうその、やっぱね、天才って、やっぱほんと寝起きでもちゃんとしっかりリズム取れるし、音感取れるし、やっぱやばいのね。いや、僕もやっぱその天才の域にちょっと足を踏み込んでると自負しておりますので、やっぱこの寝起きでしっかりやっぱリズム、完璧リズム取れてこそ、真の音楽家。これちょっと前回これクリアできなかったんで、ちょっとこれをしっかりちょっとやります。シーソー、行きましょう。これマジでむずいからね。ドゥルルルルンドゥルドゥン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 ってなんかもう、ちゃんとボタン押さないとできないから、行きます。はい。はい。1、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 
多分こけてないから、こけてなければ、あの、なんかこんななんか変なマッコクロスケみたいなやつがこけてなければ OK なんでしょ。曲に合わせてちゃんと大丈夫だ、大丈夫だね、これね、大丈夫だね。ほら、全然、全然、だ前より全然できてる、前より全然できてる。あ、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 これ、このね、リズム速くなるのがマジきつい。 BPM 上げるな、BPM も曲の途中で BPM 上げられちゃう、上げられちゃうと俺らみたいな、やっぱあれはさ、きついわけよ。曲の途中で BPM を上げるなって言ったよ。その高ジャンプやめろ、高ジャンプ、高ジャンプやめろ、高ジャンプ、高ジャンプ、高ジャンプやめろ、高ジャンプやめろ、やべ、ひどい。あ、もうできてる方か、できてるよな。うん、うん、ドン、お、お、まあまあまあ、ね、悪くないんじゃん。リズム天国で面白い、やっぱこの、これ、この神ゲーを俺はやっぱ前世紀にやりたかった。なんであんなに直しないバカな。いや、このゲーム思ったわ。あのね、あの目で見ちゃダメだ、あの耳で見なきゃダメ、耳でタイミング取らないと絶対に無理。多分今回言ったわ。ほら、大ジャンプよかった。あー、平凡か。まあでもクリアで、一応クリアでしょ。これね、喋りながらやってると絶対に無理だ。今のはちゃんと聞かなきゃ、耳で聞かなきゃタイミング取れないから。これちょっとね、もしかしたら実況殺しのゲームかもしれません。ダブルデート、うわー、いつかはねやってみたいけど、俺こんな青春一生来ねえんだろうな。気になるあのことを外れと、邪魔なボールを蹴り返して好感度アップを狙っちゃう。でもダブルデートってあれでしょ、なんかダブルで、あのなんかカップル2組でディズニー行くみたいな、そういうやつじゃないの。ちょっと説明読んでみるか。あ、なんか絵柄が急に変わったな。なんかさっきの変な真っ黒クロスケみたいなやつと裏腹に。僕これからデートなんだ。それで君にお願いがあるんだけど、お邪魔なボールを蹴り返してくれないかな。嘘、お前自分の蹴り返せバカ。え、何これ、ここど、あ、こいつの何、首に当たらないように俺が蹴り返すこと。はい。あ、でもなんかすげえタイミング取りやすいな。なんかもう逆にさ、もうノートラップランニングボレーシュートみたいにしてさ、あのキャプテン翼の新田俊、俺好きだった、新田俊のあのランニングボレーシュートみたいに、この反動であいつをなんか壁掛けてバシンシュートに決めてやる。あー、なるほどね。ちょっとなんかあれあれだな、なんか俺のさっきから出てくるネタが全部古いんだよな。キャプツバくんとか、すいませんね、ちょっともしかしたらあのこのネタが、わ、あ、お前ちょっと首引っ込めねえんだったら全然あれやんけ。あれ、これ何、左足ってことか。はい、あ、左足ってことか。あ、違うわ。ん、た、え、これ難しくない。はい、あ、はい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 、ワンテンポ、うん、裏拍子的な感じね。はい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 、あ、こう裏拍子的な
裏拍だ、裏拍。トゥン、あーあー、わかった、もう大体わかった。え、なんかラグビーボールとか出てきた。え、何それ。え、今どういうこと。あ、あー、なるほどね。あの、一回このバウンドで元に戻って、んでからもう一回切り返してくるわけか、このタイミングか。あー、でこれの方が取りやすいかな。さっきのなんか金色のボールが一番なんか難しかったわ。こうでしょ。はいはいはい。なんか四角でね、終えるやつはまだいける。こう来て、来て、こうか。はい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 、はい。ちょうどなんか僕のその足の甲の上、真上ぐらいに来たタイミングでこうやって蹴れば多分いけるな、これ。ちょ、もう一回だけやっていい？もう一回だけ、もう一回練習。はい。はい、あー、お前だからな。ちょっとね、イラ、たまにイラってする。瞬間的にイラってするタイミングがある、このゲーム。瞬間的に。すごい楽しいんだけど。めちゃくちゃ楽しいんだけど、なんか瞬間的にね、イラッてすんねん、これ。早終わらせてくれへんかな。ちょっと早くやりたいから、本ちゃん。本ちゃん早やりたいねんって、俺。早頼むから。来いよ。もう、ね、終われないんですけど。もうちょっと早く、もう、だからスキップでやらせてくれ、頼むから、もうええって。もうええよ、本番でやればいいやん。だからもうなんでこのお手本でできるようにならないとできへんの、このゲーム。あかんあかんあかん、完全に更年期障害って言われちゃうから、ちょっと早くもうやりたいのに、遊ばせてくれんのか、これちゃんとやらへんとなあ、ムカつく。はい、いけた。ああ、分かった。はい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 、もう新しい要素出てくんだよ。よっしゃ、よっしゃ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 。早くダブルデッドしようぜ。うん、ちょっとすいません。ちょっと取り乱し。あ、いいね、このエッチな。彼女が普通に可愛いな。はい。はい。あ、これ、めっちゃ、あ、俺これ得意。なんでお前、さっきできてたやんけ。はい。おい。ダン、ダン、ダン。はい。なんで？ダン、ダン。ちょっと方が明からんできたね。トゥン、トゥン。この後のことを考えてんのかな？放課後。どうやって自分の家誘おうかなみたいな。今日お母さんおらへんねんっつって。誘うやろ、お前どうせ。リア充がよ。え？海洋生大腸炎になったことないような、お前。順風満帆に人生歩んでるような。青春しやがって。お前。お前ごときに何を救えんねん、お前。あ。はい、オッケーオッケーオッケー。はい。おい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 。あ、曲に乗せるとね、これ難しい、簡単やわ。なんか変な練習みたいなやつがいらん。あれがもう別ゲーム、全くの。やっぱちゃんと耳で聞くゲームやから、これ。ほら、あの、やっぱこの金色のボールが無理やな。ほい、うんうんうん、うん、あ、うん、あ、ほら、できてるやろ。ほん、うん、ほん、うん、ほん。女の家に、はい、LINE を、はい、おん、はい、はい、気になるあの子の LINE を、どうやって聞こうか迷ってるけど、こうやって、もう無理やり、いきなりホテルに誘ってみる。はい、ほい。そしたら余裕で断られて、次の日クラスで言いふらされて、いじめられて、俺の高校人生終了。下げんな、このゲーム。難しすぎるんじゃ、無理やな、これ。ちょっとリベンジするわ。イタチのカップル、ラグビーボールに対応できている。あ、でも平凡だったわ。あ、でもいけたわ。まあ一応クレじゃない、じゃあ平凡なら、まあ、平凡ならクレって安かでいいよな。今日は楽しかったね。やべえ。今日は楽しかったね。終わっちゃったわ。放課後、家に連れ込むとか、そういうのに流れにならなかったんだ。リミックス1。いろんなゲームがごちゃ混ぜて登場。さらに、南国風になってます。何を言ってんねん。リミックス。うわぁ。オールスター集合みたいな感じか。はい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 。これはね、大丈夫。俺、今、もう、一回やってるから。一回やって、
はい。え、ちょっとね。こうか。あ、じゃあこうや、こうや。はい。お前、服変わったのさっきから、もう急に。どこ、無理。おい、オッケー。これ。そろそろね、多分左のオーランダ出てくるよ、これ。あ、出てこないか。あ、もう画面の繊維についていけへん、なんか。あ、むずい。はい。これ、猿の、あれや、弾は全部いけてるな。はい、はい。いや、これ。ちょっと待って。無理。ちょっと やめてくれ、お前。なんか、お前出現率高いな、さっきから。あ、ほら、やっぱ。お前のは絶対捉えるって決めてんの、俺。絶対。おらんだ。てめえのは、常に俺、頭の片隅どっかにお前、覚えてるから。ちゃんと。はい、はい、はい。もう曲とか関係なくないか、これ。リズムって。これがほとんどリズムゲート言えんのか、これ。はい、あ。